た。ゴー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 。すごいね、待って、全然フィリピンみたい。あ、間違った、全然フィリピンじゃないみたい。マジで、まあ今日さ、日曜の朝だけまだ人がね少ないけど、これから人も増えるやろうしね、コロナ終わったらもっと人が多いやろうな、ここね。夜も人多いと思うよね。乾杯。乾杯。こっちでね、フェスティロックね、今義務なんですけどね、ほとんどの人がね、つけてるだけ。マジでこうやってね、してる人ほとんどいないからね。マジ、店の中でちょっと言われるぐらい。マジで意味ない。そう、店の中に入っても、ほら、お城の、頭の後ろ。わー、スタイガー、オーマイガー、タイガー、よしよし、よし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 。ミルク。キュートジャパン。メルクリーイマジン。What is this? Kyoto, Japan. ねこれ。チャラ。開いてない。開いてないやん。Close. First authentic Japanese milk bar. 11時からやけど。開いてない。11時に14分よ、今。うん。でも close. They are close. 残念。すごい。開かれてる感じ。また違う。スペースみたい。ちょっとこう下になってた。これもっとそこまで？そう、ずっとでしょ。へえ。すごいね。よし、行ってみよう。マレーシア系、マレーシアみたいな感じの雰囲気。何マレーシア？いや、思い出した、あの前泊まったとこ。特に外人が多いし。いや、日本の米バーってどういうこと？バー、まあ日本感じのバーっていうこと。日本のライスバー。ジャパニーズライスバーか。日本の米のバー。まあ飲みながら食べれるってことじゃないかな。ここいいね、涼しいよ。今は涼しい、風がすごい入ってます。
元々の道くれ。ああ確か。日曜日だけはここ閉まって道に、あ、店になってます。こんな感じ。わあすごい、ここすごくいい感じですね。